没しちゃう、うん、水没特許2メートル、ここまで浸水する2階、やばくない？3メートル、今の洪水の危険度マイナス1点は渋谷区、練馬区、豊島区、文京区、大体これ。あ、千代田区あった、やっと千代田区と港区が上にあったね、やっと出た、うんうん、おめでとう。前全然なんか下場だけど、うん、でマイナス2点は目黒中野、杉並、新宿、マイナス3は板橋区、大田区、北区、あの世田谷区ね。洪水危険度の高い位置は太い川が多いんだよね。うん、うん、荒川区、荒川とか江戸川とか、すごいなんか水量の多い大きい河川が通ってる。でも中野とか渋谷とかってなんかもうちょろちょろっとした川だから、確かに昔は氾濫よくしたけど、あの被害が小さい、そんな水量が多くないから通ってるんですよね、うん。今最近台風大きいじゃん、去年2019年怖い、うん、もう本当そのみんなリアルタイムでなんかテレビ見てるみんなわかんないけど、うん、うわその川、なんでか知ってる？ラニーニャ現象だ。ああ、水銀現象、うん、あの海水温が平均に対して高いの、ラニーニャ。今年はエルニーニョでしょ、だから寒いの、台風も少なかったでしょ、うんうん、そういうこと。だからまた2年後ぐらいは多いよ、もう循環ね、まあ、循環もうしょうがないから、まあ、日本は 雨多いだからしょうがないね、うん、でもう何年ごとで結構ね、2019年本当に武蔵小杉、うん、そうタワーマンション、奥のタワーマンション浸水しちゃって、うん、エレベーター通れ、水筒、まあ、何もできない、もう廃墟はで、うん、水出ない、トイレ行けない、まあ、それエレベーター置けない。次は津波ランキングね、まあ、中央区 2.46 じゃ、うん、それ港区は 2.327、うん、品川は 2.38、 2メートル来るの、あ川まんね、そうね、じゃあそこ全部死んじゃう、お台場とか。お台場は死んじゃうんじゃない、終わりね、もう水没しちゃう、うん、水没特許、うん、津波が来たらね。だからまあほとんどが川まんだからいいんじゃない。でもタワマンでなんか一時出られないじゃん。でも死ぬよりいいじゃん。まあそうだね、船出て入りするとか、うんうん、わかるな、上にヘリポートもついてる。でタワマンね、タワマンといえばタワマンも欠点多いんだよ、硫酸率高い、湿酸率も高い、まあ、タワマンで言えばチャンスあればまたタワマンの話しましょう。この方やばいでしょ、大田区やばいね、まあ、もう荒川区も全部2階まで浸水しちゃうの、葛飾じゃないの、ね、高潮、葛飾区、あ葛飾区、墨田区、江戸川区、江東区、ここまで浸水する2階、やばくない？3メートル、高潮でどういうこと、いつ来るの今高潮、うん、高潮、高潮っていうのは要は低気圧だよね、台風、台風と、なんか必ずしも一緒なわけじゃないんだけど、あ、分かった、2つのタイミング、高潮の時、満潮、うん、満潮の時、そして、うん、台風低気圧、うん、そう、2019年はそれだよ、うん、だから満潮で雨が降って、うん、やばい、そうやばい、低気圧が低いとなんだろう、高潮になるから間違い、うん、でその時にそのなんだろう、川とかが氾濫したら2019年逆流してきちゃうのよ、水が。2019年だよ、川全部避けた方がいいじゃない、できれば避けた方がいいんだけど、もしどうしても例えば実家が荒川とか実家が江戸川とかその近くっていうかその区から離れられないんだとしたら、もう俺が選ぶんだとしたらば、川がこう曲がってないところ、極力。そうね、曲がったら、うん、曲がると必ず水がそこに一回押し寄せて氾濫しやすいから、氾濫ポイントってあるの絶対。そうだよね、うん、だから確かに、そこを避けられればまだそういう危険な地域でも少しは。あ、じゃあこっち側ね、もしこう曲がったらこっちの方が、ちょっと今は分かんないけどそんな簡単なもんじゃねえなと思うので確かに、うんうん、まあ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 、川、大きい川避けましょう、できれば、できれば。もしもうダメだったらどうしよう、わかんない、あ、わかった、
船を用意しよう、うん、船家の中は船を用意して逃げられる、うんうん、じゃあ防災物資を全部船に詰めて、うん、船で、あとサーフボード用意してで、 できる人いるかい？よしきだけだい。もしよしきに東京23区、うちらはなんか超党実家は中野区だから、うん、だから中野にお父さんの家に建て直して二世代住宅したんだけど、うん、もしだからもう土地代がいらないだから、そこで中野区実家の方に建てた方が安いじゃん、うん、でももしよしき自分で買うとしたら23区、うん、おすすめは？だ、あの俺はあの貧困層目線で見るけど貧困目線、お金持ちも金持ちただもうどこもいいよね、最高、多分渋谷区最高、うん、でも普通の人ね、うん、もしうつみたいなんか庶民の考え方で買うとしたらこれだとすると、まああんま深く調べてないけど肌感覚だと北区がいいなって思う。でも北区、逆にその北区の地形を俺は知ってるから、あの丘の上とか高台の上とかがあるんだよね。そうね、なんか日本はでも23区って言っても高台のところで選んだら OK、 俺はそう思う、うん、しかも割安ね、おそらく。なんか北区でさ、あんまり印象がない。何の印象？なんかどういうところだ、北区、私あんま分かんない、まあ、土地感があんまり行くことはないと思うけど、あの立地的にはすごくあの都心に近い。お、うん、あの例えば北区で代表的なのはあの赤羽とかになると思うんだけど、おしゃれ。赤羽とかだとあの埼京線っていう電車が通ってて、埼京を、うん、よ、埼玉行ける。そう、大宮までもすぐ行けるし、赤羽だとあの高崎線とか、高崎線あれは宇都宮とかかな、あっちの方とか埼玉、東京全部つながってるんで、すごい便利なんだよね。超便利じゃん。で赤羽埼京線乗ると隣が十条、板橋、池袋。わ、詳しい。3つで池袋、4つで次新宿、その次が恵比寿。めっちゃいいじゃん。確か今つながって横浜の方まで多分つながってるんだと思う。横浜、ラッお、すごい、大好き。だって駅が3つ隣で池袋、4つ隣で新宿って、あれなんか5つ隣で渋谷だね。すげえね、渋谷も行けるし、うん、もう新宿も行ける、うん、横浜も行ける、最高やで、うん、もう横浜多分ね多分ね、後で調べる、うん、もうすごい便利じゃん、最強、最強だから最強線っつうの。最、あ、だ最強線、最強、うん、確かにただまあ女の子が気をつけるのは痴漢が最強に多い。本当に23区の中に痴漢電車やだ。あ、痴漢電車、うん、最強線は痴漢電車有名なの。有名、有名。高線で何有名？高線混む、めっちゃ混む。どうだろうね。いや、 めっちゃ混むのは千代田線じゃないの？千代田線、あ、そう、もうあれ無重力じゃんグラビティゼロだよね。無重力で会社行けますみたいな。足浮いてる、そんなことあるの？すごかったじゃん、あれ。乗ったことないから。嘘だあれ、乗ったの私。だってあそこでいつも乗り返したじゃん。どこ？どこや、あの西新井から行くときにさ、一回地下鉄。あ、分かった、思い出した。ああ、もうすぐ苦しい記憶が。ああ、めっちゃ大変そう。無重力電車やばいね、足が踏めないの。ああ、いや、よし、一番おすすめは北区。ああでは北区が多分23区の、土地代ランキングで坪単価多分そんな高くない方だと思う。どちらかというとコスパがいい、半分以下だと思うよ。で、いいね、コスパが良くて高立地、かつ物価が安い。安い。おー、これ欲しい。センベロ発祥だから。センベロ、うん、センベロ、センベロ横丁って言って、1000円払えばベロベロになるまで酔えるっていう街なの。すごいいい名前だね。1000払うのそんなに、うん、そんなに安い。1000円で、1000円でベロベロ、うん、1000円子供の食事代でさえできないから、うん、でも朝から夜までずっと飲み屋がやってる。うん、じゃあお酒好きはお願いします。おすすめ、うん、センベロ、何、センベロ横丁とか。センベロ横丁、うん、行ってみたい、うん、レポートしよう、うんうん、子供も連れて行けない、無理だな。ベロベロでなんか子供、うん、
無理だ、連れてやめて、うん、無理だねうちらは、うん、子供がいるから。あ、昔よくベロベロ。そう、俺の中ではおすすめ。あ、なんで前住んだことある？ないけど高校が赤羽。ね、あ、そうか、うん、だからいつも通ってたし楽しい、うん、で実際赤羽だと埼玉の方の埼京線で戸田公園とかあの辺から来てる人もいるけど、あっちもすごく安くて土地はもちろん埼玉になるし、あ、いいんだけど、もし車通勤をするときにはあ、埼玉から赤羽東京の方に入っていくときに必ず川を渡んなきゃいけないの。その川のところがすんげー渋滞すんの朝だから、あんまりちょっと車をメインの人にはおすすめじゃない。あ、そこね、うんうん、でも電車通勤だったら便利だね。便利だね、うん、でも日本人はだいたい通勤1時間は普通だよね普通、うんうん、でじゃあもしもう買うとしたらね、うん、じゃあもし一番おすすめしないところは、一番おすすめしない、23区でおすすめしない、一番じゃなくても何位とか、絶対ここは友達買うだったら買わない方がいいよって、うん、どうだろうな。まあ俺はなんか葛飾、江戸川、足立とかは治安が悪いイメージがあるから。え、治安悪いの、うん、どこ、え、全部、うん、その辺。へー、なんで治安悪い。貧乏人が多く住んでる、うん、えそのでも日本大体治安いいじゃん。治安悪い、若者の治安も良くない。あ、若者不良、不良、うんうん、なんか暴走、うん、そういうの多い、すごい多い。あそこ、うん、もう本当私足立区前住んでたけど、うん、あら西新井、あの行動時間が違うんだよ真夜中がもう その時もねねしてるだからそこをおすすめしないよ。でさらにそのハザードマップ的にも危ないでしょその辺は、うん、確かにそこのもう大体下っ端ね、うん、でも品川区、港区、こんな高い高級のイメージする場所だけど、うん、まさかに下っ端だって、うんうん、葛飾とかその江戸川なのまあ大体わかるでしょう、うん、まあ、でも安いしね、うん、でもまさかに高級のイメージする、港区と品川区、千代田区、うん、まさかに、うん、まあ、総合得点で見たらってことですね。あ、総合得点なら、でも下場だよ、うん、まあ、総合得点だ下場で、うん、それならもう葛飾区の方がいい、買った方がいいかもしれない。だってまあ俺はそう思うね。もうそう、品川区買うより超高く買って結局再開で倒れちゃって、区で買って、うん、安い買って倒して、じゃあ賠償、うん、ということで今日はここまで。またなんか不動産にいろいろ話したいだから、また次は多分うちの家紹介するかもしれない。やっとできました。じゃあ今日はここまで。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。